平泉町内を流れる用水路。この用水路の由来は今からおよそ850年前奥州藤原氏の時代まで遡ります。三代秀平の家臣照井太郎高春は岩井川厳美渓の上流から水を引き用水路を作ることを発案。1170年に工事を始めたと伝えられています。しかし1189年奥州藤原氏は滅亡。高春も志半ばに命を落としたと言われています。その後高春の子高安らが私費を投じ水路を完成させます。水路の名は高春高安の姓を取って照井堰と名付けられました。江戸時代初期照井氏の末裔といわれる大崎嘉門左衛門は堰の大改修を計画します。しかしその工事は思うように進まず二十数年もの年月がかかります。その間経費として藩から借りていた米をすぐに返すことはままならず嘉門左衛門は処刑、財産も没収されてしまいます。後に藩は公共の利益のために命を懸けた嘉門左衛門の心情を汲み没収していた財産を中尊寺に寄進、永代供養するようになったと言われています。照井堰は現在も保全整備がされています。出発点である大締め切り投資口に現在あるのは昭和59年に建てられたもの。ここから平泉、一ノ関に広がる堰の総延長はおよそ64キロメートル。1000ヘクタール余りの水田を潤すだけでなく達国の岩屋の蒲ヶ池や毛通寺の槍水の水源としても利用されています。